はいどうもこんにちは、ゆうちゃんパパでございます。 KOF98 UMR 本日も楽しくやっていきましょう。本日ね5月の28日金曜日なんですけれども、もういよいよ月末が近づいてきてまして、我々のね大阪がねちょっと6月の20日までね緊急事態が延長になるかなということなんですけれどもね、緊急事態もうええでみたいな緊急事態こう延長しすぎて結構もう人出たりしてるけどねっていう話ですけどね、ちょっとねなんとか勘弁してほしいんですけどね。まあまあちょっと、まあゆうちゃんパパはねキングオブファイター98アルティメットマッチオンラインやっていきますという感じでございまして、一応昨日ね、ベニマルのね啓蒙がね解禁されたということで、まあ、ちょっとその評価についてのね、考察動画をね昨日ちょっと上げさせていただいたんですけれども、まあ、結構ね、配信の方々とねちょっとねあの意見が分かれてるような感じでね、めっちゃねぶっ壊れやという方もおられたり、まあ、ちょっとまあそこまでかなっていうのねちょっと思ったりとか思ってるんですけど、まあ私はそこまで強くないかなと思ってる派ではあるんですけれどもね、まあちょっとねあのどうなんかなっていうことでね、今日ね武器とか来るんちゃうかなと思ったらね、まあ案の定ね8問セットで来ておりましたねこれがね、8問セットでね、まあなんかベニマルがね来てるということで、まあバースとねテリーとなんかホタルも来てるんでね、まあちょっとねまあ結構普通にねバースとかホタルも結構強いんでね、まあ取られる方はねこれでね取られてもいいんじゃないかなとは思うんですけれどもね。なのでまあここでねベニマルが来てるんでね、まあ、取られてね S マックス上げてらっしゃる方も多いかとは思うんですけれどもね。でもう一つね爆徳パックでもなんかね衣装の方着てますよね、お金でも買えますぜみたいな、まあ、7000円で、まあ、これも 100% じゃないんですけどね、まあ、ランダムでっていうのでなってるんで、まあ、当たるかも分からないですけどね。これが、武器のパックと、格闘家パックの方も来てますよね。一般の確率で、まあ、星3が星4で、もしくはまあランダムで破片がちびちび入るというような感じで、まあまあこれ買うんやったらまあ8問を、ね、地道に買ってねやった方がいいんちゃうかなとは思ったりはしますけどね。まあ、ただね確率で星3とか星4とか出るんでね、まあどっちがいいかっていうのはちょっとまあまあやってみてっていう感じなんですけど、まあまあまあ8問の方がね確実にね、60% で出るんで、そこを計算しながらね買うのがまあ一番ね確実ではあるかなとは思いますね。はい。でまあベニマルねあの Xbox 開けてらっしゃる方がねちょっとね私のサーバーフレンドにもちょっといらっしゃらなくて、でうちのねサーバーはねもう全然あの取ってる方いないんで、対戦ちょっとできないんですけどね、ぜひちょっとねベニマル啓蒙ね開けられた方ねもしよろしければちょっとねご連絡いただきたいなと思うんですけどもね、まあ、ちょっとね私のねベニマルの評価がねちょっと正直低かったのでね、なんでお前なんか叩かなあかんねんってね思われてる方も多いかなと思うんでね、まあ、そういう方はちょっともちろんねあの無視していただいて大丈夫なんですけどもね、もしでもね対戦してもいいという方おられたらもしよろしければご連絡いただければなと思います。でまあそれ以外にもね結構イベントがねポツポツ来てますよね。招きガエルとかね祈願の五木、いやもう五木の話もええか、祈願の銃ね来てるのと、まあフルーツ大作戦ねこれ結構僕好きなんですけどね、神経衰弱のね言うてやるのが結構好きなんで、まあまあこれは空いてる時にやるかなと思いますけど、でまあ2048はまあ無視して、で7つの大罪のコラボがねまあまあもうねこのクエストとかはねもう基本的にみんな終わってるかと思うんでね、まあこれ辺をちょっとこうエリートとかねナイトミアやりつつこの辺のメダルをねこう集めていってこっちに変えようかなというのを計算しながらねちょっとやっていくのもいいかなとは思うんですけど、ただねちょっと私が思ってるのはね今回のねこのコラボのなんかこのイベントあんまり面白くないなと思ってまして、なんかでこのホークレストランも結構毎回やってるんやけど、これもう何やこれ、こそこそ言うて、もういやこそばしてくんなよっていうねいやもう3個だけやんっていう、ただこれ勝ってもそんなに右側そんな美味しないしなみたいな感じなんで、これはもういつももう3回しかいつもやってませんっていう感じです。でリベンジカウンターもまあやってるんですけど、空いてる時にやってるからっていう感じですね。もうなちょっとなんかね前のなんかパトロールみたいなね感じでなんかあったらいいかなと思ったんですけど、なんか今回ちょっとミッション的にはちょっとイマイチかなと僕は思ってるんですけどね。
で、まあ、頂上決戦でね、そのメリオダスとかね、うん、何回か出たんですけどね、ちょっと番がなかなか出てなくて、うん、でちょっといろいろ今日やってたらね、あの出たんすよ、番が。僕知らんかったんですけど、番って LR 枠で出てるんですよ。知らんかったなぁ思って。知ってました？まあそれは知ってますよね、それはみんなね。全然初めて出たと、あ、 LR となんやって思ったけど、ただ今回ねこれオロクリとやったんで、さすがにオロクリ選んでちょっと勝たせていただきましたけども、うーん、まあさすがにちょっといくら強い言うてもオロクリとの選択はやめてあげてみたいな感じでしたけどね。なので結局まだ使えてないんです。相手がね使ってて結構耐えるなっていう感じしましたけどね。ただまあちょっとこちらねオロクリだったのですのでっていう申し訳なかったんですけれどもね。まあ、結構ねバンね、やっぱり UR ではねめちゃくちゃ強いですよね。結構耐えたりしてるんで、うん、強いんですけど、まあでもやっぱり、うん、LR のねこの今の環境の中でね入れてもやっぱりそんなに活躍はできないかなと、うん、思いますね。もう UR 道場とかはねもちろん最強やと思いますけどね。まあスタメンに入れるのはちょっときついかなとは僕は思ってはいますけどね。あとはね今日ねこのコアね、コアのショップのね、イベントがこう来てて、あの前回のね私先行予約でね、このコアのねガチャ券70個、まあ70連できる分ね買ったんですけども、その時コアのガチャ来てなくて失敗しまして、無駄課金やー言うてねちょっと配信させてもらったんですけどもね、ちょっとまた貼っときますけどね。それのねコアガチャがやっと来てるんで、ちょっと回していこうかなということでですね、どんだけ時間空くねんみたいな、これ正直常備でええんちゃうんかなと思うんですけどね。なんでちょっとねこれでねコアガチャ券でね赤のねコアが出るんかどうかっていうのをねちょっと検証していこうかなと思うんですけど、まあこれ70連分ねあるんで赤コアをねなんとか出していきたいなとは思うんですけれども、じゃあそれではね改造コアのね、10連ガチャをね7回分ね、まあ、全然お金全然ダイヤ使うわけじゃないですけどもね、ちょっと神引きを願ってねやっていきたいなと思います。それではねゆうちゃんパパの赤コア目指してスーパー神引きをご覧ください。バコバコバコーン、いけドビアクー、2回目、さあ2回目いくで、せい、早い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 な早いな、いやもうちょっともうちょっとなんかこうたったったった早いよこれ。2回目ね、うん、出えへんか。3回目、それ、うわ、くそー。4回目、いけ。4回目、くっそったれー。転属性200弱い。5回目、な、くそー。220弱い。6回目、なんでや、俺2個とか出んねや、2個とか出んねや。なるほどね、2個とかちゃうねん別に、俺が思ってんのは225、225、35弱いな、最後ね、最後、いやもう帰れよもう。くっそ、出えへんのか7回では。これ1回2000円かかるから ね、こんなんもうチケットないと誰が回すかっていう話だけどね。215弱、何やねん、出えへんのかいな。くそー。まあ結果、赤子はね、チケット70連分買ったんですけれども、出ませんでしたという感じでございます。ほんならちょっとどうしようかな。これ今日、さっき今買ったね。この辺ちょっと、合成していきましょうか。合成したらなんかええの出るんかな。ほんならこんな、いらんしね、こんな。何個やねん、これ。合成していって合成していって、これ見ながらね、いらんよ、ほんなら紫を合成していこう、皆さんね、これで黄色は全然出えへん。たまに出るからね、これ黄色がね、これでこうして、おっね、これ黄色が出るから、なるほどね、こんな感じで。で、結構ね、全然変えてなかったんですけど、この黄色も、なんか赤コア出るんちゃうんかなと思いましてね。ちょっと、黄色コアをね、ちょっと変えていきましょうか。何回変えれるのかな ?18 回。18回ね、これできるからな。
赤子は目指していきましょうか。さあ、いくで、合成、じゃあ融合か、融合、ドリア、なんでやねん。ただまだチャンスあるよ、まだチャンスあるよ、まだチャンスは、うん、まだチャンスはあるよ。融合ドリア、もう帰れよ、もう。もう一回いけるか、もう一回いける、じゃあもうちょっと、くそー、あかんのね。これをもう一回、これをこうして出ませんって言って、うん、まあということでね、まあコアのねチケットをね7回分やってもこんなもんで、まあ合成しても全然赤出ませんという感じでございましたね。まあちょっとなんか全然おもんないから、全然出えへんかったから、ちょっとまだちょっと中途半端ですね、あれなんですけど、これの、50枚溜まったから赤機能でもちょっと1個変えましょうか。うん、それいい、赤機能変えろー、よし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 、で赤機能変えて防御ができましょうか。これね、防御型でいけい、防御型いい、よしよしよし、ランダムね、4か5やで、4か5、さあ赤機能防御型、ヤシロ君のために4か5、バキョン、あれバコーン、いやー1 いやーそったれめー、もう1とかもいやねん、これ勘弁してくれよ、もうこれ天部良くて500、こっちは400、しかも弱い方の400、もういやねん、これもこんなちょっともうこれ、そうあかんのなら、こう融合して、ちょっとちょっと、ほんならこっちのも見れよ、もう君がちょっとドーピングして、よし、こんな感じでいって、お、再起が100万超えましたね。うん、なるほどね、まあ、こんな感じか、これが新罰です。はい、まあまあと、まあね、ちょっとこんな感じで若干ドーピングしましたよというだけの動画やったっすね。その赤子はちょっと減少しても出なかったっすね。これもいよいよこんなに、こんな2000回して、誰がこんなん回していくねんって話ですからね。まあ先行役なくね、課金がちょっと無駄やなとか思ってて、いやでもここで来たら無駄ちゃうでとか思ってたけど、結局無駄でございました。無駄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 知らないですよね、ジョジョのね。あれ、無駄無駄無駄って言って、ダムダムダムって思ってたからね、最初。ダム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 って言って。めっちゃ黒部ダム押すやんとか言って。ね、っていう感じでね、ちょっと無駄課金で、無駄課金に、ほんまの無駄課金になってしまいましたという感じでございます。今日はね、ベニマルの中、八門とかね、いっぱい来てますよっていうのとね、ちょっと赤コアのね、ダイヤガチャちょっと回させてもらったんですけれども、全く出ませんでしたと。いう全然面白くない動画でございました。はい、それではね、本日はねこんな感じで終わっていきたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。